皆さんこんにちは、福田光平です。1月1日に新曲庄内しぐれ酒がリリースとなりました。今回の作品は東北は山形県を題材にした庄内地区、まあこちらの方も日本海側で非常に寒い国でございますけれども、その寒い国から都会あるいはいろんな場所に出稼ぎに出た男の子が二回りも三回りも大きくなって、それまでは帰りたいでも帰らないという、非常に親孝行してから帰るんだよといった温かい歌となっております。今回の歌はですね、得意とするちょっと民謡を拳をちょっと多めに入れておりますので、私の入っている節よりも多くは入れないで歌っていただきたいなという願いがございます。というのも極力入れれる部分には拳を入れて歌を大きく聴かせようというふうに入れましたけれども、あまり多く節が入ってしまうとちょっとこうくどくなってしまうと思いますので、さらっと歌うところはさらっと、またそしてここには拳を入れても大丈夫だなっていうところには大きな拳、そして小さな拳を入れていただきたいなと思います。1月からツアーの方始まりまして、2月3月の方はちょっと劇場公演があるので開きますが、それ以外のところでは今まで行っていない会場など、あとはまだまだ見て聞いていない方々にお会いできるのを楽しみにしておりますので、全国各地回りますので皆さんお待ちください。レコーディングはね、毎回って言ったら失礼なんですが、ものの見事に1時間しないうちに終わっちゃいまして、3テイク4テイク撮って、あと部分部分ちょっと直したぐらいですぐ終わっちゃったんですけども、逆にね、歌い込んだ感じに作ってしまうと、ここもうちょっとこねくりたいなって言ったらペケにされまして、もっとさらっと歌ってよ、やっぱりこう聴いてもらって歌いやすい歌い方をした方が皆さんも歌いやすいでしょうし、まあ聴く方もやっぱり聴きやすい流れの方がいいんでしょうね。ぜひ皆さんこう歌っていただいて、カラオケなんかでよくいろんな方を歌った時には歌い尻みたいな最後をぐーっと押すような感じで終わると、どの歌もすっきり聞こえます。だん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 弱くなるよりも、まあ、自分の歌で言ったら庄内しぐれ酒と、こう押して終わるような感じですと聴いている方もすっきり聞こえると思いますので、ぜひぜひ頑張ってみてください。カラオケの箱はですね、吉井久蔵さんが作った歌とか、そういったものをよく歌いますね。娘にとか、娘にだったら娘よだったら娘にとかね、あとはコンサートなどでも吉さんが作詞作曲された歌なんかもよく歌います。皆さんたくさん聴いてたくさん歌ってほしいと思います。福田光平でした。